はい、こんにちは。沖縄おばあばです。はい、どうですかパナちゃんねえ、かわいいですね。いい子ですね。はい、えー、またですね、中国観察さんからです。えー、実はね、またあの、バイバイじいさんがですね、えー、困ったことをやってるみたいですよー。なんかね、あの、救急のね、バーバーがありますよね。お隣に。 今ね、大変なことになってるみたいですけど、そこからどうやらたくさんの人たちがアメリカに向かっているようですね。つまりはあの、あれですね。なんの民というやつですね。それがアメリカに、えー、どうやらついているみたいなんですけど、バイバイのじじいが、<laughs> ね、バイバイのおじいちゃまが、 受け入れを拒否しているということです。はい。どうなんでしょうね。いかがなもんなんでしょうか。はい。どうしてですね。あの人は中の南米からですね。えー、来るね。えー、南の民に関してはね。えー、それもね、嘘っこの南の民だったりするんですけどね。そういう人は受け入れて、 救急バーバーの何の民はね、受け入れないんでしょうかね。まあ、それいろいろ分析してますけど、中中南米のね、えー、何のね、民さんは、えー、あれですね、将来的に民のね、首都のね、いい支持者になって くれるだろうとはい、えー、左のね、側の知らない人たちなのでね、いい支持者になってくれるだろうということで受け入れているそうです。ではでは、救急バーバーはどうなんでしょうかというと、彼らはほら、ね、もともと左側の国でしたね。それが嫌で逃げてきているのだから、 もちろん、民の主都の支持者になる確率は限りなく低いですね。はい。そういうわけです。<laughs> ものすごく打算が働いていますね。はい。<laughs> ごめんなさいね。中 <laughs> 喉おかしいです。すいません。そういう打算でね、えー、動いているということですね。はい。 なので、えー、救急バーバーのね、何の民さんはですね、あのー、受け入れを拒否するということです。はい。どうしてかというと、ね、左のね、左の側をね、支持しないからということですね。多分そういう可能性は限りなく低いということで、受け入れないということです。はい。 すごい打算です。はい。こんな打算で人間生きてて楽しいんでしょうかっていうことですね。はい。これがトラトラちゃんだったらね、違うと思いますよ。そういうわけです。はい。<laughs> では、一応あの中国語の説明もあります。あと、何枚かね、救急のバーバーちゃんのね、国内の様子の写真もありますので、 一応下に貼っておきます。それでは皆さん、また、アップいたします。沖縄おばばでした。はーい。ねえ、バ、ま、ナちゃん。